はい、どうも肉痛と申します。またティア表メーカー作るんだけど、ティア表メーカーを作るわけじゃないか、 UCN の、キャラ強さランキングを作っていくんだけど、ちょっとね、前上げたやつあるじゃん、あれすっごい納得いってなくて、実はですね、あれオール20挑戦する前に作った動画なんだよね。だからちょっとあれなかったことにしてもらっていいですか。まあ今多分その時のティア表出てると思うんだけど、もうパッと見ただけで、いやお前そこに入るのおかしいだろっていうキャラが何体もいるので、ちょっと申し訳ないんだけど、もう一回作り直しようね。して綺麗に UCN を終わらせたい。いいっすか。いいっすよね。はい、で早速見ていくんですけど、ティア SABCD でつけました。で D がね、これですね。もうまずここから違うよね。あ、左右差あります。まあ、でもね、ちょっとね、考え方によっては、まあ、こいつ上だなっていうのもあるんだよ。まあ、なぜ左右差的に、シャドーボニーが一番左にいるのかとか、ちょっと言ってくと、まあ、まずシャドーボニー。これね、まあ、慣れの問題なんだけど、ナイトメア BB が座ってるか立ってるか見づらいんだよね。まあ、だからこの位置に一応置いてます。で、フレディは、フレディがいるせいで左のドアを閉めてからカメラを見るという作業を挟まなきゃいけなくなる。うん。で、その次にベント組が来て、ベント組の中でなんで、あ、これ間違えたな。ごめん。ちょっと待って。うん、絶対こうだね。モルテンフレディが一番左。理由は進行速度が速いから。で、ロルビット、ダクトホース組はまあ、一番最初にやるべきことなんで、ここの位置ですね。ということで、まあ、サクッと終わらせて次の C 置いていきます。はい、続いて C ランクですね。まあ、C ランクはこの17体かな。まあ、まず妨害組がほとんど入ってますね。で一番上にミュージックマンを置いたんだけど、ミュージックマンはやっぱフォンガイマングル入って、でプラスヘルピーにジャンプスケア食らうと、もうほぼ角で襲ってくるので、まあ、1個ミスしたらミュージックマンリーチかかってるよっていう状況が多いので一番上に置きました。で次に温度調整の必要なジャック落ちか、カメラをね2にセットするこの人形組たち、まあ、やっぱめんどくさいよね。ここに置きました。あ、違うか。あ、何を言ってるんだ。あれ、なんで C に置いてんだこいつら。ちょっと待って、おかしいおかしいおかしい。うん、ここだな。普通に考えて D だったわ。ナイトメアとロックスターチか。この二人って右のドアを閉める必要性があまりないんですよ。ナイトメアは笑った時だけ閉めればよくて、地下は黄色い看板を置けばいいだけだから、ロックスターチかが最短20秒くらいで襲ってくるので、まあ、そこだけ警戒すべきかな。なんで C に置こうと思ったんだろう。フレディ、ナイトメア、フレッドベアより下だ。普通に考えて。まあ、とはいえ、僕は右のドアを、全部のドアを閉めて、オール20クリアした時はプレイしてたんだけど、まあ、完全に癖ですね。なんか指的にさ、AWDS って押した方が、ちょっと気持ちいいから、それでやってました。あ、そう。まあ、これ後で言おうと思ったんだけど、カメラの上げ下げを S キーで上げて、下げるときはマウスでやってるんだよね。それがちょっとね、良くない。僕の操作方法が。カメラの上げ下げは S キーで統一した方がいいです。開けるときも下げるときも。健やかなるときも。で、ティア表戻りましょうか。で、ミニリーナは妨害性能の中で、あ、妨害組の中で一番ランクが高いキャラかなと思ってて、ボニーとフォクシー人形、あれすごい見にくいんですよね。で、あとヘルピーもそうだし、あの、FNAF 4の警備室使ってる人はマジでヘルピー注意。ヘルピー見えなくなるから、完全に。顔をね、横に振って、まあ、その横に振ってる一瞬で確認しなきゃいけない。たまに見間違えるからね、慣れてても。その下にオールドマンとフォンガイがいて、トラッシュ&ザ・ギャングスは、ミスター・キャンドゥか。ミスター・キャンドゥが、この100円ショップ。これ100円ショップが結構カメラに出てくるとうざったいんだよね。まあ、カメラ8だよね。トイフレのところに出てくると、最初のルーティーン崩れる。まあ、僕はもう慣れたけど、デスコイン買うときに、いざ現れると、ちょっとめんどくさい。待って、これあれだ。ファンタイムチカ入れてねえじゃん。ダメだな、今日は。はい。ファンタイムチカとエルチップを、ヘルピーの下に置きました。まあ、ヘルピーは、まあ、散々言ってる通り。まあ、でもコインもらえるから、こいつは。ちょっと下。で、ファンタイムチカも、デスコイン買うときになんか現れるんだよね。33秒ですごい現れるから。やってる人にしか伝わらないと思うんだけど、これ。まだエルチップは別に、広告出てるときでも操作は効くんで、もう超上級者には、こいつ無意味ですね。エンターキー押す必要ないんじゃないかな。で、ボネット、ロックスターフレディ。ロックスターフレディについては、序盤に現れるとコインが足りなくてデスコイン買えなくなっちゃったみたいになる可能性があるので、一応 C ランク
まあでも一番下に置きました。ということで次からはまあ見どころのあるキャラたちが出てくるのかなと思います。 C ランク、あ、 B ランク、はい、 B ランクはまあこのメンツですかね。 1,2,3,4,5,6,7 体、まあ、一気に減りましたが、あ、一応言っておくと C ランク以上のキャラはなんだろうな、他のフナフのシリーズで出てくるキャラと同等の価値があると思ってます。それ以下はカス、フナフ2のトイボニーぐらいとは言えずとも、まあ、SL のロルビットくらいは価値あるんじゃないかな。ということで、B ランク、トップがファントムフレディですね。ぶっちゃけ A にしようかちょっと迷ったっていうのもね、ライトのバッテリーがね意外とバカにならない。うん、節電節電、ギリギリまで、現れてからライトで消さないと本当にバッテリーなくなります、バカにしてると。でしかも、まあ、完全放置っていうやり方もあるんだけど、まあ、その場合弁当を閉めなきゃいけない、その一瞬で。トイチカトイボンは、まあ、フナフ2同様割と滞在時間が長いのがネックなのと、頻度も多いからめんどくさい。 BBJJ なんだけど、ドアを閉めてからなんか一定数時間空けないと帰らないじゃん。それが厄介。フォンガイとかオールトマンは一瞬一回押せばすぐ消えるじゃん。だから消えたの分かるんだけど、やればやるほどもうめんどくさいなって、うざったいってなるキャラたちですね。入られたら一巻の終わりだし。でファントムマングル BB はカメラですね。もうこいつらがいるせいでカメラを見たらまずダクトか弁当どっちかを開いてカメラに戻すっていう作業を挟まなきゃいけない。もう操作が慣れてない序盤はとにかくこいつらがね厄介でしたね。鬱陶しかったな。襲われたことはないけどこいつらのために一工程手間を挟むよねっていうキャラです。まあ、なので B に置きました。まあ、そんなに語ることはないかなと思うんで次 A 入れていきましょう。あ、こっからでもだいぶ評価変わってるので一個一個入れていこうか。まあ、まずはこいつらだね。オーバイルエレファントとネットベアか。なんかたまに発音のさコメントが来るんだけどさ、僕最初ネットベアとか言ってたんだけど、英語にしたら変わんなくね英語の発音を日本人が勝手にカタカナで言ってるだけだから、そなんか発音突っ込まれても何とも言えない聞く人の耳と喋る人の声が違うだけだから言い返せないんだよなっていうのは置いといて、まあこの2人は体感襲ってくる頻度は一緒、まあ、けど頻度で言うと10回中2回くらいかなの頻度で襲われますこの2人に。だから個人的にはもうちょい上にしたいんだけど、これより上にしたいキャラがいっぱいいるので紹介していきます。それがなんとね、ここでパペット入ってきます。でパペットの上にチカが入ってきます。17秒オルゴール巻いて20秒間空けてって繰り返せば、まあ、絶対防げるんで、まあまだ許容範囲なんだけど、チカちゃんこれ運ゲーが絡んでくるのがすごい嫌だ。15秒たびに戦局に飽きを感じるんだけど、1回でもミスるとブチ切れる可能性があるんだよね。まあ、それで何回かジャンプスケア食らってリセットせざるを得ない状況に追い込まれたので、まあ、チカちゃんの方が上なんだよな。でこの2人より上にいる A ランクのキャラがいるんですよ。あ、やべ、ごめん。また間違えた。バローラここだ。あ、違う。あ、危ねえ。バローラここだ。まあ、頻度が多い。頻度が多く、まあ、序盤に出てくるとコインもらえるから嬉しいんだけど、でしかもトラッシュザ・ギャングとか、音を出すキャラたち、ロルビットとかと一緒に来ると、音が聞こえなくなるんですよ、一瞬。でその一瞬が命取りになってジャンプスケア食らうっていう。あと SL の時と一緒でドアを閉めてから一定時間置かないと消え去らないっていうのが厄介ですね。で地下の上に来るのがフラッシュトラップだね。まあオール20の時しか出ないんだけど、この子のためにねカメラを見に行くのが嫌だね。でしかもさ XOR のさ出現時間が僕違うって話したじゃないですか。まあいつ 10N プラス1の倍数で出てくるんだけど、プラッシュトラップがいるせいでより以降に出てきた場合はリセット確定なんですよ。まあなぜかというと人形組のせいでカメラ2を見なきゃいけないから、まあカメラ2を見るのは固定なんだけど、プラッシュトラップを消すためにカメラと6だっけ見なきゃいけないってのがもうすごい嫌だ。まあそんなところでリセットしてたまるかって話なんで、まあここに置きました。でこの上に来るのがなんとロックスターボニーとウィザードボニーですね。ロックスターボニーの方が上か、僕仕様を見つけたんだけど、カメラを見てウィザードボニーに呼ばれると
高確率でロックスターボニーが侵入してきます。これちょっと解説動画の時に話そうと思ったんだけど、ややこしいので省いたんだよね。でロックスターボニーが来たってことは、まあギターを見つけなきゃいけないじゃん。でまあ大体入ってくるのってデスコインを買うルーティン中なんだよ。デスコイン買って、でカメラ6を見る、6にギターなかったらブラッシュトラップファンタイムフォクシー消しつつ、リセットベンチレーション押しつつカメラ2に戻す。でカメラ2にギターなかったら、その手間でカメラ8とか1に見に行かなきゃいけないんだよね。でそんなことしてると、まあ、ヘルピーだったり、まあ、警備室にいるアニマトロニクスにお前戻ってくんの遅えよっつって怒られるから、すごい嫌だこの2人。でウィザードボーニーはね、まあ、一夜に1回襲ってくるか襲ってこないかくらいの話なんだけど、デスコイン買うルーティンの時にウィザードボーニーに来られるとほぼリセットレベルのキャラだと思ってます。まあ、でもその場合はロックスターボニーのギターが見つかるかどうかの運ゲーになってしまうので、この2人を A ランクのトップに置こうと思います。はい、こんな感じ。 A ランクだから変わったんじゃないかな。ウィザードボニー入っただけか。まあそうだね、 S ランクなんだけど、 S ランクはまあ一緒です。ファンタイムフォクシー、あートイフレフォクシーが分かんないのか、どうしよっかなこれ。うわ難しい。トイフレフォクシーはちょっとね、左右差つけらんねえなこいつら。まあファンタイムフォクシーは言わずもがな。トイフレはね、まあ頻度で言うと10回中、まあ、4回くらいはトイフレに襲われるかな。で多分なんだけど、ゲームオーバーって表記が出るじゃん、あれを見てしまうと高確率で襲いに来る。だから、まあ、カメラ8はまあ当たり前だけど、最初にミスターハグス設置したらもう二度と見ない。ギターも探しに行かない。もう本当に最悪カメラ8にしかないんだって時にしか見に行かない。でフォクシーか、フォクシーね、あの序盤にフォクシー人形になってても、まあ、僕ほっとくことの方が多かったんだけど、まあ、よほどの作戦がない限りは、まあ、ちゃんとボニー人形に序盤でも変えた方がいいですね。でナイトマリオンヌはもう意味がわからない。さすが UCN の顔だよって話。まあ、特に語ることないっすね。ということで、これ完全版です。完全版ティア表完成しました。まあ、これで文句ないでしょう。まあ文句ないでしょうって文句言ってんの僕だけなんだけど自分で自分を許せなかっただけっていう話なんだけど、まあこんな感じのティア表になりました。まあそうですね、オール20クリアしてだいぶ印象変わったキャラもいるので、まあこれからねオール20挑戦する人がもしいれば、まあこれを参考にしていただけるといいのかなと思います。といった感じで今回の動画はここまで。まあ明日から多分ちゃんと新シリーズ始まるんで、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。さようなら。